コニチャンネルですよろしくお願いいたします <laughs> 今日も元気ひかわきよしくんの話にします今日ひかわきよしくん好きですよすごくもう進化してっちゃってるから綺麗ねお肌ももうテカテカだし髪の毛もツヤツヤだしね負けちゃうね本当にひかわくんの話を、まあ、するにあたりですねやはりあの私が山内圭介くんのファン であるということでねけいちゃんのファンが「なんでけいちゃんの話してなんでキヨの話するの?」っていう人が多いんですけど「いいじゃないの同じ先生の同じ門下生でね兄弟弟子じゃないですか、えー、今回ね氷川くん休むっていうんだよねちょっと驚きましただって絶好調でしょコマーシャルもやってるし綺麗だしなんでと思うんだけど やっぱりこう芸能界今までもこういうふうに紐解いて振り返ってみれば休まれる方いますよね時々体調のこともあるかもわからないけどあれ都はるみさんね宮都さんもちょっと休みますみたいな引退すら言った時あるよねでもまたこう出たり休んだりそれから坂本冬美さん ちょっとね髪の毛切ってからねあんまり似なくなっちゃったんですけどずっとひっつめてる時ねちょっと似てるって言われたんですよ赤い鼻がプツリと切れたなんであのここがこうなるんでしょうねこうなってますよね冬美ちゃんってね和歌山県のねあの梅干し美味しいですね、えー、<laughs> 宮川はるさんはねちょっと触れるんでしょうねでこうよ斜めにこう見ていく うーんってこう,こういうこういう動きフミちゃんはこういう動き <laughs> ごめんなさい関係ないですよね。休みましたよねねだけどまたちゃんとお仕事を再開されたんで例えばひかくんも「やめます」って言ったわけじゃないんですよ。「休みます」だからここは一つねもう22年以上ずっと突っ走ってきたわけですから自分の時間がゼロなんですよ。 特に歌手の方々ってあのコンサート以外に例えば「明治座」とか「なんとか座」とか言って「2月公演」とか「8月公演」とか、まあ、公演があるんですねそうするとあのリサイタルとかコンサートとはまたちょっと違くて2部制とかになってて一部にお芝居がついててで休憩があると2部は歌謡賞。 とかねゲストを交えてとかそういうような形が多いんですね、まあ、最近は1ヶ月公演という売り方もなかなかないですけどまあ、10日間にしても2週間公演にしてもその出し物は割とまた旅物とか時代劇とかなんかそういうの多いんですよね。そのつまり私たちがあの演劇舞台やるのと同じことですからねボリュームは。ちゃんとあの相手役の方がいてお芝居があるんでお稽古があるわけですよ。 で踊りもあったりなんかしてだから稽古稽古稽古リハーサルリハーサルリハーサルそして歌をやっぱね新曲はもちろん歌うけれどもそれだけじゃ、ね、いつもいつも同じもの自分の持ち歌だけじゃっていうんで人のものも過去の名作とかもひもいて、うん、覚える映画の曲ってなったらもうそれも覚えるってことなんで年がら年中覚えてるんですよ。練習覚えてる 勉強宿題、ね、でもう分かんないってなったら先生のとこ恩師に戻ったりとか先輩にちょっと聞いたりなんかするっていうそういうので休休みみらしいいがないんですよ実はほんでちょっと空いたなっていう時はテレビラジオでまあ新曲の PR プライベートほんと少ないんですよねなので疲れちゃったんだと思いますね。うん 全全全どっこキヨシこれいいよねキヨシって言いやすいもんね大ヒット曲ですよ箱根八里の半次郎いい歌だよこれねえあの思い起こせばですね比較はあの二十ちょいぐらいですよねほんでねまだ売れてなかったちょっときたかなっていうような時ね。 あの大きいバンでねフジテレビのチカチュウでも会ったことあるんで「チカチュウこれピカチュウですかねこれいらなかったねここでごめんなさい我慢できなかったの今ねあのチュウで「チカチュウで,チチュウで <laughs> もういいねあの開いてねドアが <laughs> したらもうよレヨレのガリッガリの僕が出てきて「菓子パン食べてたんか」ってそれがヒカくんだったんですあああカ川くんって言ったら 「あおますっあこれから本番になのはいスタジオ行ってきます」パン食べながら何だろうクリームパンかジャンパンかアンパンかなんかそんなようなパン食べながらもう寝てたんでしょう多分倒れるように車の中で寝てたんじゃない?「大丈夫?」ってっ大丈夫です!」って言ってそこからですよまあ売れに売れて氷川ワールドっていうのができて。 おもんと、ね、にかっこよくてでコマーシャルがつくようになって「うん、金曜し一押し」みたいな、ま、んか覚えやすい、ねうん、そういうのもこういっぱいいっぱいつくようになってだからいいんじゃないかな休んで,でそうすると何してんのかな <laughs> なんか別にゴルフやるっていうタイプでもないし釣り行くっていうタイプでもないだろうな何だろななってねただぼーっとしてるっていうのもなと思ったら。 あの発見情報何情報っていうのがこうの見かけた情報。結構入ってくるんですよ。逗子にいるみたい。な逗子湘南。鎌倉ってあっちの方神奈川県。かっこいいじゃないですか。あの海海辺のさ。とこにちょっとカフェバーがあったりとか。昔からの粋なこうバーみたいな。なんか出没してるらしいんですよ。あ、出没情報。あ、そう。で <laughs>、ね もう、ね、私もそっちあのお家もあるもんですから友達が多いんですよしたら別にいいのに「いたいたきよしきよしいきよし!清 <laughs> で」まだきよしだからあれまあね西川きよしさんじゃないし前川きよしさんでもないから、うん、そうか氷川君かなってわかるけどきいちゃんって呼ばれてる場合もあるんですよ」っきいちゃんがさ」っつったね私にあの黒田きよしさんというお友達がいて「き さんじゃなかったかなまあきいちゃんって呼ばれてるんですよ黒田さんが <laughs> なんだか世間は狭いな顔広いなきいちゃんと友達ゃん <laughs> 全然人間違いしょヒカて君ヒカん君川くんです、ね、なんかあのかっこいいバーにいるみたいお友達もできたでしょうねだからそういう時間が欲しかったんだろうねであのまあねけいちゃんのファンが <laughs>「もうキよしキよしって言わないで」って言うかも分かんないけどまあけいちゃんもね同じ九州から出てきた。 そして同じ水森秀夫先生という門下生兄弟抜きつ抜かれつけいちゃんの方がちょっと年下ですね今もうきいちゃんは44くらいになってきてるよね、うん、素敵ね全然若々しいしね綺麗でだしねであのー、山内の方はけいちゃんの方は、えー、38ぐらいになってきてあそれもびっくりだからすごく若くってもう大丈夫なのこの子。 って思ってたのに38つらもう普通に全然バッチリ大人ですよね <laughs> いつまでもでも可愛いすごい子供みたいに大丈夫食べてる元気ってなっちゃうんだけどねけいちゃんは高校生の時にその水村先生に会って弟子にしてください弟子にしてくださいということで高校生でデビュー早かったねうん。僕は演歌の高校生それでバーンと出たものの その後ちょっと泣かず飛ばずになっちゃって事務所でちょっと事務やってみたりとか <laughs> どう、うん、夜公園であーって発声練習してみたいとかいうちょっとね辛い時期が続いたでかたやキーちゃんの方は比較の方は出てきたものの憧れてね出てきたもののなかなかデビューできなかったそれでも22歳3歳ぐらいの時に やっっととデビューでできたっていうことでねその後はでもずーっとすごいんだか,らだからそういうようにしてでまあけいちゃんもその後15年ぐらい経ったのかなその時にまたバーンと当たってで今一緒にねどっちだどっちだっていう感じでいいことですよ。ねあの分かり合えるとも同じような境遇で同じようなところから出て同じようにやってきてるんだからね。 だからぜひねあの仲良くしてあのこのイケメン演歌歌手のこのワールドを揺るがないものにねもう舌がいっぱいいるんだから今みんなかっこいいよ純烈とかもそうですけどねまだまだ「紅白」に出てないような子たちも,もうみんなイケメンなんですよだからそういう子たちのためにもねこのお休みはきっと何かいいお休みになるんじゃないかなっていうふうに思いますけれどね。 まああのいろんな別に歌手だけじゃなくていろんなお仕事をねしてる人たちも時々は「はあ」ってなる時ありますよね。ガス抜き息抜きお友達が救ってくれるっていうこともあるけれど自分探しのためには時々大きな荷物をよっからちょっとこう下ろしてのんびりするっていうのもあるかもね。どうしても仕事ってなるかもわかんないけど下ろしてみると「あれ 案外自分いなくても大丈夫なんだととかいうこともあるのよ <laughs> なんでしまった頑張らなきゃってまた元気に思えたらまた戻ればいいしね。<laughs> 休んでくくださいいゆっくりはい、ということでございましたさあそれじゃあですね、えー、今日はですねものまねはああのねすんごい面白い人いるの友達の,あの、えー、とおばさんなのかなお母さんじゃないんだよねどっかから来るの。 あかねさんっていう人なんだけど、その人の真似をします <laughs> あのー、もう大好きなのくにこさん、すごい面白いよ、ね、デビューすればいいのに、皆さんに紹介したいのよ、本当大好きあかねさん、デビューしてるんです <laughs> 本当にね、なんて言っていいかわかんなくなっちゃうんだけど、褒めてくれてんだよね、なんか嬉しいんだけどねあかねさん デビューしてます。<laughs> 以上です。<laughs> じゃあ、キいちゃん、どっか行こうか。う、ね、わ。はい。<laughs> 元気出して。